僕の場合はちょっと座る時と立ってる時のあのベースの位置を同じようにスラップの長さを合わせてるんですよ、こうやって、うん、同じでしょ、うんうん、座って弾く時と同じなんですよ。だから座って練習しても立って練習しても同じ状態なんですけど、ただそのなんかポリシーとかありますよね。なんか好きなジャンルだとこうコーンっていうフィールディっていうベーシストがいて、うん、ここまで下げてるんですよこういう感じ でこれに憧れてるって言うんだったらしょうがないですけど、そしたらその人はそのベーシストが好きだからそういう風になりたいって言うんだったら立って毎日練習したわけです。でもしなんか常に座って練習する時間の方が多いんであればストラップの長さを座ってる時と同じ位置に上げた方がいい。ただ見た目がダサいとかっていうんであればちょっと考えもんですけど、なんでまあ一つは解決策としてはこう立ってる時と座ってる時が同じになるようにストラップの長さを合わせると。でそれが一番手っ取り早いんですけど、もしなんかストラップの長さをあんまり短くしてこの上に上げたくないっていう人は、この状態でこうすると 手がこの角度だと手がちょっとこうなっちゃいます。ちょっと竿をこういう風に縦にこう引くようにすると結構左手が見やすくなるんじゃないかな。どうですかね、こういう感じでこうすると結構きつくないですか。こういう感じで弾くとあのポジション見やすいしいいのかなと思います。でも一番いい方法はストラップの長さを座ってる時と合わせた方が一番いいと思います正直、はい、ギターも斜めみたいな方がかっこいい、はい、あ、じゃ あんまりこうとかジャズみたいな感じよりは そしたらそのストラップの長さで、はい、あのこういう風にしてこう左手見やすいようにして、あ、そうするしかないですね。ただそうするとスラップが弾きづらくなりますけどね、まあ、そうです。そしたらこの角度であのなんか弾けるようなフォームをちょっと固めていくとかするし、あれですかね、さっきおっしゃった、はい、座ってる時の高さと同じように最初はやって、はい、立ってやることに慣れたら徐々に下げる。あ、それもありですね。それでなんていうんですか、ザイオス効果みたいな感じで徐々に慣れていくみたいな考え方もあると。でいきなりギャップがすごいとうわってなっちゃうから、わらららってなっちゃう、わらららってなっちゃうから、そしたら一回ちょっと見た目かっこ悪いけど高さを合わせて、で徐々にその下げていってここまでだったらいけるかなっていうふうにちょっとずつ下げてっていうのもありだと思います。いきなり下げると結構うわって弾けないって、いつものように弾けないってなっちゃうんで、すごく下げてかっこよく弾いてる人いるじゃないですかすごいなと思って、うん、でなんかちょっと踊りながらとか乗りながらかっこいいなと思うんだけど、はい、自分はただ座ってやるだけなのでつまんないなと思うんですけど、でもあのこうやって高めに設定して世界的なあの トッププレイヤーの海外のベーシストは これぐらいの高さなんですよ。ビクター・ウッテンもそうだし、マーカス・ミラーもそうだし、世界でトップ1位、世界1位とか2位とかの人、ラリー・グラハムもそうだし、もう三大巨頭の人たちはみんなこの高さです。一番やりやすい。そっちの方が双方的にあの幅広く、なんですかね、結構極限まで突き詰められるっていうか、ただライブのパフォーマンスの見た目のかっこよさを追求するんであれば、こうやって下げて、やるしかないですけど、なんかそのテク重視で極限までっていうであればトッププレイヤーはみんなこの高さです。でも最初はじゃあその一番弾きやすいポジションにしてだんだん欲が出てきたらそうそう下げたいなって下げてのは徐々に演奏を犠牲にしてでもこうなんかそうそうだからデメリットとメリットみたいなですよね。でもなんかその例えば今言ったラリー・グラハムとか、マーカス・ミラーとかちょっとYouTube で見てもらえればわかるんですけど、この高さでもかっこいいですよ、うん、低い方がかっこいいっていうポリシーがあると、僕も低い方がかっこいいっていうポリシーでずっとこうやって弾いてたんですけど、 5年ぐらい。でもいきなり全部のフォームぶっ壊してこうやってマーカス・ミラーとラリー・グラハムみたいにやって別に そっちの方がかっこいいなと思って今はこれでいいなと思ってるんで、好みも変わってくるんでこうやって。
ただ最初は弾きやすいように設定した方がいいと思います。かっこよさよりも。で、徐々にこう、いけそうなところまで下げていく。できないくせ全然できない。そんな感じでちょっと一回座ってる時の高さで合わせていただいて、うん、でちょっと徐々にちょっとずつこう下げていくみたいな、うん、そうですね、そうですね、後でドラムと一緒に合わせてみて、うん、おこれがこう合わせるとかみたいな楽しさもやりつつそうすると立って弾かざるを得ないんで、うん、多分上達すると思います、うん、立って弾かざるを得ない状況に追い込むとか、そういう機会を作るといいかもしれないですね。でちょっとこれ無理だなと思ったらストラップちょっと一回座ってる時の高さでやって、うん、やっぱ本当慣れなとこがあって、僕こうやって見る家だとこうやって見ちゃうんですけど、立ってやるともうこのポジションマークを見て、あここが5フレくらいだなってことを 見てるんですよ。だからほとんどこうやって見るんじゃなくてポジションマークで分かってるとか、顔はお客さんの方を見ていて、こうチラ見でここかなみたいな感じで把握していく感じですね。あとスラップの方、指の感覚もこれはやっぱ立ってやって覚えちゃうって感じ、この辺が3弦だろうって見ないでこれ3弦叩けるし、っていうのは本当に慣れなくてもあります。でそれは心配しなくてもいいですという感じですね。あとはその大きさ、ギャップとの戦いですね。もう一つだけ質問があるんですけど、フリースタイルも振り抜きスタイルも基本的に叩いた時に同じ音になりますよね、もちろん、うん、最初にフリーで